ックさん、水月好きの練習してたのか。ええ、入門したての頃3年間はこの基本技だけやらされて。基本に通ぜしもの、精髄に至るか、親父の好きな言葉だったな。ええ、でももう指導してくれる先生はいないんですよね。俺なんてまだ脇が開く癖が治ってないのに。そうだ、リョウさん、できればお手本を見せてくれませんか。ああ、いいよ。じゃあ、まず俺がやります。姿勢が乱れてないかよく見ててください。一歩前進すると同時に腕に力を込め拳を打ち出す。あい、あいててててて、福さん、大丈夫です。さあ、リョウさん、手本を見せてください。わかった、親父ほどうまくできないけど。最初は体さばきだけでいいんじゃないですか。最初は体さばきだけでいいんじゃないですか。いい感じですね。次が大事なんだ。体全体の動きを強調させ、全身と同時に拳を突き出す。親父ほどうまくできないけど。全身は一歩だけだったな。腕に力を入れるのが遅すぎるな。やっぱりリョウさんですね。動きが俺なんかより断然いいや。俺なんかとは全然違う。親父には随分鍛えられたからな。先生はいつもこの水月好きが基本で一番大切だって言ってましたからね。この際もう少し練習してみますか。ああ、今のうちに稽古しておこう。わかりました。じゃあ続けましょう。蹴りはいらなかったな。この際もう少し練習してみますか。いや、やめとくよ。そうですか。稽古をする気になったらいつでも呼んでください。付き合いますよ。ありがとう、福さん。
喧嘩をした相手はお前の何だ？ん？学校の友達。友とは何だ？それは友達は友達だよ。それでいい。親が親であるように、友もまた友以外の何者でもない。だがなりよ、いずれ親は子供より先に死ぬ。それは自然の摂理だ。親なきゃあと頼れるのは友だ。友達を大切にしよう。そして信頼できる友を友と呼べ。いいな。うん。